韓国ヤクルト、パルド、ハ・ラミョン、御前姫、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は太い丸断面で存在感がありますが、韓国製品としては粘りがあまりないです。スープは豪快な辛さとともに甘みも強いです。ただしどちらも割と表面的であり、あまり奥の深い旨味はありません。持続性の短い刺激です。